JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点小松です。お電池は左側2番乗り場に着きます。到着の際列車が左右に揺れますので足元にお気をつけください。乗り換えのご案内をいたします。舞原方面特急白鷺6号名古屋行きは10時5分着きました。同じホームの向かい側3番乗り場。京都新大阪方面特急サンダーバード16号大阪行きは10時10分同じく3番乗り場です。特急列車では車内販売の営業等は行っておりません。お飲み物などはお買い求めの上ご乗車ください。この先、阿波津加賀温泉方面普通福井行きは10時15分着きました。同じ2番乗り場です。車内落とし物やお忘れ物などなさいませんか。今一度お手回り品をお確かめください。終点の小松に着きます。お出口は左側です。ドアは自動で開きます。開くドアにお気をつけください。JR 小松駅に到着しました。小松駅の、福井方面左側こちらの方で、北陸新幹線の小松駅の工事がされておるようです。ただまあちょっと小松駅 JR 在来線の小松駅のからは様子は伺い知ることはできません。いよいよ小松駅へ。2024年春北陸新幹線小松駅開業。2024年春なんやな。そうか、ちょっと遅れるって発表があったもんな。 JR 小松駅に到着しました。小松駅界隈のですね、北陸新幹線の駅舎の関連工事の進捗を確認します。小松駅の新幹線側ですね、東口の方に向かいます。この上がもう新幹線の駅になりますね。工事は結んでるんやな。北陸新幹線の工事のともに東口広場が利用できません。ここが、JR 小松駅で、西口広場ですね。先ほど、いたとこですね。で、今下をくぐりまして、北陸新幹線の工事やってますね。横ですね。で、東口広場というのが、今はまあここは利用できないっていう案内ですね。でここに小松の森という小松製作所のいろいろ関連施設、が展示施設があるところですね。小松の森というのがあります。 JR 小松駅の、新幹線の駅舎が外観がもう完成してますね。かっこいいな。いやーすごい。小松駅、こんな感じやな。いやーすごい。北陸新幹線小松駅のもう、駅舎の外側の工事はもうほぼほぼ完成しておるようですね。以前訪れた時はカバーがしてあって中の様子は伺い知ることができなかったんですけども、カバーも取られて、JR 小松駅ですね、北陸新幹線の小松駅の、外観があらわになっております。 JR 小松駅の東口の方にこの変なホテルがありますね。よくマスコミにね取り上げられているロボットが対応したり応対したりするんかな。泊まったことはないですけど。感じやね。かっこいいね。
よいしょ。ちょっと小松の森の方にも行ってみますね。小松の森に展示してある小松製作所の、これはショベルカーと、ダンプカーですね。大型のダンプカーとショベルカーが展示してあります。ようござさご、ようござった石川へ、加賀百万石ですね。見ていきまし、能登半島ですね。でか、オーストラリアの鉱山の工事現場であるような、そんな代物ですね。すごいな。いやー、でかいな。まあ、日本ではなかなかも活躍するような現場は少ないでしょうね。でかい。名古屋行きの特急しらさぎ号が発車していきました。10時15分発福井行きの普通電車に乗車します。小松駅を今出発しました。次は淡津です。お出口は左側です。